お腹鳴るかも。どうも、久しぶりです皆さん。今日は SK48 が13周年ということで、さっきみんなで配信というか、ズームで参加したメンバーもいるし、劇場で参加してたメンバーもいるんですけど、みんな集まってなんていうの、特別トークショーみたいな感じだったんですけどスペシャルトークショーだ、そうそうそうだったんですけど、やばい、前髪がなんかいろいろ暴れたんですよ。暴れたっていうか、なんかいろいろ小道具小道具っていうかグッズなんですけど、そう思ってて、すごい見てくれてる方いたんだ、嬉しい。ザサのファンの方ですか？そうです。そう、今日は私はズームからだったので劇場にいなくて、で須田さんがズームじゃなくて劇場にいらっしゃってたので、リハーサルの時に何も持ってなかったんですけど、本番ちょっと舞い上がっちゃって、はい、目立ってました？よかった、嬉しかった。そう、ちゃんと映ってたそう、本当はペンライトとかね持とうかなと思ったんですけど、なくて家に、そう、なんか多分外にあるんですよ。すいません、ちょっとファンが映り込んでました。でも楽しかったです、すごい楽しかった。最初から見てたんですけど、詩人あたりからかな見てました。いや、1,2,3,4 一緒に見てた方は分かります。なんかそこら辺の曲聴いて、まあ、待機してたんですけど、ずっと。そう、久しぶりにショールームやりますね。私いつもやろう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 と思って、1日が過ぎていくっていうそう、いや、でもこのグッズは自分で買ったグッズはね、実はなくて、ファンの方がねそう送ってくださるんですよ。だからこういざという時にこう使わせていただいてます。これはなんか不器用太陽の時のやつをいただきました。そう、あと今日着てるこの T シャツもね、そう、なんか7期生でなんか決まったらいいなと思って着てたんですけど、決まらなかった、何も 7D2 で決まるかなって思って着てたんですけど、このファンの方がね、いつの時だこれ、7周年、あ、7年目の時か、あ、だから本当に一番最新の T シャツ、ファンの方が作ってくださったんですけど、で着てて、あ、なんか決まった時に、あ、着てるんですよってやろうと思ったんですけど、そう、何もなかったっていうのね、悲しかったななんかちょっと期待してたんですけど、なかったね。あとそれと同時になんか若手じゃないんだなっていう感じがしました。なんか若手でこう8期以下で、ね、そういうの決まってて、もうおめでとうっていう感じなんですけど、まあやっぱ7期生もドラフト2期生も7年目だから、まあ、若手じゃないって、もう7年目って若手じゃないじゃないですか、言っちゃえば、まあ、真ん中ぐらいだなっていう感じなので、しかも13を2で割っても、まあ、6.5 なんで、まあ、若手じゃないんですよ。真ん中なんですよ。そう、だから、まあ、年は若いかもしれないけど、まあでも、ね、頑張ってほしいなと思います。あとね、プリマステラでね、何か決まったらよかったねって私は思ったんですけどね。なかった。そう、悲しい。それは非常に。そう、何かあるかなって思ってちょっと期待してたんですけど、そう、なかった。で、私今決まっても踊れないじゃんって思われると思うんですけど、多分もうすぐで治ると思うんですよ。最近は普通に歩けてるし、普通に、なんだろう、普通の生活をしてるんですよ、今までと。で、まあ多少ちょっと痛い部分はあるかもしれないけど、そんなに前よりは全然あれなので、そう、だからみんな待っててください、もうすぐです、絶対に、はい、多分だから私はこんな感じだから、すごい元気だから、ちょっとみんなの前で早く踊りたいし、早く公演出たいですね。はい、だからちょっとなんかプリナステラ決まったら、あ、なんか久しぶりになんかライブっていうのできるかなと思ってめっちゃ楽しみにしてた。プリマステラか 7D2 決まってほしいなって思ってたので、ちょっと辛いですね、悲しいけど。そう、でもすごいたくさん発表があって、
須田さんのソロライブが決まって、私はこれ知ってたんですよ。実は知ってたというか、時期は知らなかったんですけど、あと場所とかも知らなくて、だけどギターをやられて練習されてたのも知ってたし、そうすごい前から教えてくださっ てなんか練習後のその写真とかもちょっと LINE でやり取りしたりとか知ってたので、すごい嬉しかったんですよ。こうでも発表されたらちょっと、あ、実際にそう誕生日あたりだと思ってたんですけど、まあ、ちょっとずれてはいったけど、でも開催されるということで、東京ですよね。でもそう本当に行きたくて、そう行きたいんです。でも私は知ってたんだよっていうことを言いたかったんですけど、さっきの場面で、でも言えなかった。ちょっとチキンが出ましたねそう行きたい。まあでも11月だし、私の誕生日の12日後なので、自分の誕生日という、誕生日プレゼントというあれで行きたいなと思います。日程が合えばですけど、もう合わせますね。合わせたい、行けますように。そうでもめっちゃ嬉しいです。あと新公演もあれじゃない、あ、そう、私さ、ちょっと待って、めっちゃ話ずれるわ。あのサンリオコラボで、私も周りをね見渡してたんですよ。すごい、もうずっとこう、でもね、何言って、ドラえもんしかいなくてそうで、唯一お姉ちゃんのあの机にいたのがこの子なんですよ。でもこの子サンリオなんですけど、シナモンのなんか妹みたいな、子供みたいな子なので、さすがにちょっとあれできずで、手元にあったこうなんかよくわからないこれとか、なんかいろいろ探してたんですけど、しかも間に合わなかったっていうね。そう、ドラえもんしかいない、ここお姉ちゃんのあのなんていうの、お姉ちゃんの部屋なので、そうで、なんかドラえもんしかいなくて、もうドラえもん、本当にドラえもんしかいないですよそうだから、そうちょっと困ってましたね。でも私の部屋にはキキララちゃんがいて、そうキキララちゃんとコラボかなと思ったんですけど、いやでもクロミちゃん、でもすごい、クロミちゃんってだって2番人気とかですよね人気とか言うのあれだかもしれないけど、そうだからすごくないですか、クロミちゃん、あのクロミちゃんと、あの世界のクロミちゃんと、最近はそのなんていうの、なんだっけ、量産型、マイメロちゃんとクロミちゃんっていうイメージがあるから、女の子にもね人気そうですよね。そうみんな持ってたね、ポップアップストアもあるしね。いやそれがすごい楽しみです。そうグッズの種類もね多かったし、そうサンリオとコラボって、私前キティちゃんじゃない、マイメロちゃんか、赤いマイメロちゃんとコラボしてた時のグッズもファンの方からいただいてて、だいぶ前に、そうだから嬉しいですね。そうサンリオはもともとめっちゃ好きなので、キキララちゃんが好きなんですけど、クロミちゃんも好きです。クロミちゃんなんかすごいちっちゃいぬいぐるみなら持ってます。そうだから嬉しいです。すごい、私もうずっとあれだね、マシンガントークしちゃってファンの方のコメントを見てなかった。今日そう実は全然メイクをしてなくて、なんていうの、まあ、13周年すごい特別な配信なんですけど、ズームで50人って聞いたから、で私アップで映んないと思ってたんですよ。そうだから50人だったら、まあリップと、まあちょっと眉毛描いて、根元ちょっとアイライン引いたらいいかなと思って、こうこれで終えたわけですよ。そうしたらまさかのアップで映りましたねそう結構ね抜かれてたと思って。そうだから50人でズームってもう豆じゃないですか。もう
もう米粒米粒だから見えないと思ってて油断しましたね。そう、いやいや、すごい、でも気持ち的にはすごい、なんていうの、もうあの家でこう 13周年、いつもは劇場みんなで行ってっていう感じだから、だからね、新鮮でした、すごい。うん、自分で脱がれに行った。いや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 、もうやっぱ出ちゃいますよね、そういう気持ち。浅田さんがツイートした、はい、あとでいいねします。最初の豆の時でもすぐ見つけた。おお、すごい、やっぱでも豆でしたよね。あれ、あのズームの声はずっと入れてる状態で、で私最初パソコンでやろうと思って、でパソコンを開いてズームでやってたんですけど、なんか声が聞こえなくて、ずっとで、あ、リハーサルの話です。でリハーサルの時に全然聞こえないから、もう携帯に変えようと思って、そう、 25×2 で50人とかでしたよね確か。で、あのここはなんでこんな照明が綺麗かというと、なんかここにライトがあって、こういうこれなんか長い、それをこういい位置にこうセットしてやってました。そうだから多分いつもよりもこのショールーム、これからここでしようかなってぐらいいいですね、ここ。うん、真っ白だし照明もあるし、そう、楽しかったです配信。うちは振ってるの誰かと思ったら優香だったよ。そう、うちは振りました。あれ49の時とかだから、しかも1個目の49の時だからね、須田さんがまだショートのあれじゃないから、やばいよね、めっちゃ昔のやつをね。そう、でも私あのクッションを持ってこようと思ったんですけど、大きすぎて無理でした。そう、いつものね、あの場所は、そうで、リハーサルの時にあのあやかぴょんがあのほののと私が三画面にこう映った時にスクショして、なんかそのリハーサル終わった後に、あのなんか一緒のタイミングがあったから撮ったみたいな感じで送られてきました。かわいい。そう、なんか電波悪くないとか、あの私映ってるとか、ほののとあやかの LINE に送ってやってましたね。だからなんか、そうで、私がこう今日予想してたのは、なんか昇格発表とかあるのかなと思って、あの昇格発表とかあるのかなって言ったら、ほののがなんか時代は進んだねみたいな、最先端すぎみたいな。だってね、すごいね、だってリモート昇格発表とかやばくない？もうなんか反応のなんていうの、仕方っていうか、それがね、時代感じるよねと思って、まあ時代って言ってもね、そうね、このコロナが、ね、だね、すごいよね、リモートで。そう、予想はしました、今日台本来た時に、なんか発表ってか、もうもともとさ、このなんていうのタイトルが、あのデバイスホールで発表する予定だったっていうタイトルだったから、あ、じゃあなんかあるんだねっていう話になって、ほののから LINE 来て、でなんか、え、なんだろうみたいななって、まあでも外資ホールって書いてあるし、外資ホール2回なんていうの、再開、なんか再開じゃない、振り替えじゃない、教えてみんな。何だったっけ、すごいこう見ちゃうよ、何だったっけ、忘れちゃったけど、あのなんていうの、外資ホールコンサート再び決定みたいなのとかかなと思ったけど、でもタイトルが外資ホールで発表する予定だっただから、まあ、違うんだろうなと思って、だから結構考えてたんですよ。結構みんなで考えてて、そう、でもみんな外れましたね、見事に。うん、新公演でも楽しみですね、
チーム S からじゃん。でチーム S の今重ねたシャトーってめっちゃ何年ぐらいやってる。だって私もが研究生の時、研究生の時だっけ、いや昇格してから、うん、いや研究生の時かな、49の時やってたよね。まあでもそう、私もねちょっとあるかなと思ったんですけど、あんま考えてなかったかも。そうだからめっちゃ前からある公演だから、そろそろ変わるのかなとか思ってたら、でチーム E もねきっとあのまあ S が最初だったけど、きっと変わるんだろうなって思ったら楽しみになりました。でもフェスティバルがなくなるのめっちゃ嫌なんですよね。それは嫌だ。もう同時進行でよくないですか。フェスティバル、フェスティバルも、でもフェスティバルって長い、なんていうの、感覚がないから、全然全然なんか、まあでも SKE フェスティバルもまあオリジナル公演ではあるから、そうね、でも楽しみですね。なんかまあフェスティバルは既存の衣装だったけど、その新公演は新しい衣装だと思うから、それはすごい、そこそういうとこもだし、あと CD も一緒に出るっぽいし、いやいいですね。うん、フェスティバルまだ続くといいけど、私は大好きだな、フェスティバル公演。そう、未来が目にしみるって締めるのがいいんですよ。なんかさ、公演って結構暗く締まりがちな公演もあるじゃないですか。暗くっていうかしんみりしちゃう。いやでも未来が目にしみるってしんみりしないから、それが好き。なんか元気ででもちょっと切ないみたいな感じで終わるのが好きなんですよ。そう、てかもう10月なんですよ皆さん。9月も終わって10月です。10月が終わったら11月、え、てかあれですよ皆さん、10月9日と10日皆さんに会えますね、久しぶりに。なんか私前のショールームで皆さんに会いたいですって言ったんですよ。なんかもう直接でもめっちゃ、なんかそれ終わった後になんか恥ずかしくなっちゃって。なんか私本当に今年頃の女の子じゃないですか、言っちゃえば。であんまこういうこと言わないと思うんですけど、でも多分、でもね、言ってから恥ずかしくなっちゃったの、ちょっと。あ、なんか恥ずかしいって思っちゃったんだけど、でも10月9日との10日会いたくないのかね。いやいや会いたいから言ったんですよ。でもなんか直接会いたいとかさ言わないじゃないですか普通に。しかもさ、私年頃の女の子、そう、自分で言うのもあれですけど、まだ17歳18歳手前で、ちょっとなんていうの、ツンツンしてる頃じゃないですか、言っちゃえば。私はツンツン期が長かったから、まあ、最近多分終わったと思うんですけど、わかんない。でもいやでも楽しみです、すごい。10月だってもうすぐあと4日とか、あと4日とかですよ。だからゆかさんってそんなイメージない。嘘、私結構ツン、私なんていうの、結構ツンツンですよ。ツンツンっていうか、なんか思春期、そうそうそう、なかった。多分よく見てたら分かるかなと思いますけど。いやでももうあのなんていうの、17歳にもなって、でもうすぐ18なんですけど、え、もうすぐ18、そう、もうすぐ18なんですよ。これ毎回ショールームで言って、なんかみんなをさ、すごい感慨深くさせちゃってるけど、いやでもそんくらい自分が18になる感覚がなくてやばいですね。どうしよう、だって11月なんてもうあと30日で来るわけじゃないですか。で30日36日とか37日38日とかでもう誕生日、で誕生日に近い日に東海かながあるんですよ。そう
で、あの、あ、そう、10月9日と10日の10日だっけな9日かな、あれ2日があるのかな、分かんないけど、のなんかグループトーク会みたいなやつはルーちゃんと2人で、さっき発表されてたんですけど、あのルーちゃんと2人でした。そう、6時とかからかな。そうだから個別のと、あ、あの握手会じゃなくてトーク会、現地でトーク会が終わった後にルーちゃんと2人で、あのトーク会をするらしいです。え、語彙力な、なくない、まるまる、そう、まるまるコンビで嬉しいです、嬉しい。そう、なんかルーちゃんと2人って、なんか2人なんか善悪みたいで、すごい楽しみです。なんか久しぶりにこういう感じですね。知らなかった、みんなちょっとあのホームページ確認してください、ぜひ載ってるので。もう前髪が決まらないよ、まるまるコンビ見てください、お願いします。てか今日あのそのズームの50人のやつ見てて、あのすごい量多かったじゃないですか。でなんかハタゴンかな、いや違う、マヤちゃんだ、マヤちゃんがずっとねリアクションしててそれがずっとツボってて、そうずっとツボってて面白かったです。なんかねすごかった、ずっとあ欲しい独り言みたいなのをずっと、そう、あのズームメンバー全員に聞こえてるんですよあれ声まやちゃんがずっとあ欲しい、あグレーだ、あーで、あのくるみちゃんの時に言っててめっちゃ面白かった、ずっとね笑ってた面白かったな、そうずっとつぼってた。いいですね、個性豊かで。あと最後ねお見送りもあのズームでしたんですよ実はそれもなんかすごいズームでお見送りって言って、なんか時代が進みまくってるな、進んでんのか、なんかそれてんのか分かんないけどそう、それでズームでお見送りしたんですけど、あのファンの方が私たちから見たズームでこうお見送りをね、あのそう斬新すぎてそうそうびっくりしちゃった。あの私たちからファンの方は見えてるし、ファンの方から私たちは見えてるけど、なんていうの、時差とかもあるし、なんか誰に手を振ってるのかわからないみたいな状態でお見送りをしてて時代というか、まあ、このご時世ならではだなって思いました。目が合わないっていう面白かったすごい面白くて、でこっちが喋ってる声は、ま、めっちゃ喋れば聞こえるんですけど、私たちはあのもう公園で喋ったやつは聞こえなくて、向こうには、そうだからみんな見えてるのかなみたいな感じでやってた、本当に面白かった。そう集合写真もね、あのモニターでこう13とかやって撮りました。すごいですね、はい、すごい今日喋りますね私、めっちゃ思った今ね、すごい読みゆっくり。最近髪の毛が伸びたんですよ、そんなでも言うてか、でも伸びたんですよ結構、伸びたから伸びたから何ですかっていう話なんですけどそう、あとなんだっけな、最近なんかあったことお話ししましょう。何があった、みんな、なんかこれちょっと前で動画漏れるのかな。あとねめっちゃ痩せたんですよ実は、めっちゃ痩せた、私の目標体重までいったんですけど、食べちゃって食べちゃってっていうのは、あの韓国のなんかなんていうの、あれカップラーメンじゃないけど、なんていうのパック、なんていうのなんだっけ、あのプルダックボックミョンみたいなやつとあとあのもう一個ね、なんだったっけな、
何だったっけな、あのなんか何だったっけ、あのねあれよ、あれあれ、あのなんとかいうやつですよ忘れちゃった。そうでもそれを、あそう袋麺、袋麺がなんかハマっちゃって、なんか家にあるんですよ。それでなんかご飯とか作るのめんどくさいなって時に、最近作るんですよね。であれって料理した気になるから、あ自分偉いっていう気持ちにもなっちゃうし、でプラス美味しいんですよ。プルダックポックンミョンはあんまりなんていうの、辛すぎて、その辛いのを入れたかったら食べれるんですけど、でもなんかもう一個ね、なんだったっけな、あれあのあチャパゲティ、それチャパゲティです。あ全然コメントいなかったです、あの自分で今思いつきました。そうチャパゲティ、チャパゲティが美味しすぎて、でもね太るの何って、そうだからその分ちょっとなんか運動したりとか、なんていうの、足バカとかしたりとかしてるんですけど、そうやばい、だから体重戻らないように気をつけますね。でもなんか姉とかその親とかにめっちゃ痩せたねって言われるんですよ。だからそれが嬉しいから、でも嬉しいけどなんか痩せてるんだなって実感しちゃって、あじゃあ、まあ、ちょっと食べてもいいかなって思っちゃうのが良くないですよね。これリバウンドのなんていうの、鉄則っていうか、そう、まあでもまだ大丈夫だから、まだちょっと頑張ります。あのなんていうの、引き返せるように引き返せるように頑張ります。あとねファンの方から、あのこの間劇場に久しぶりに行ったんですけど、あのプレゼントをいただいて、すごいたくさん届いてました、ありがとうございます。全然受け取れてなくて、なんか半袖の服とかもあったんですけど、いやでも本当に申し訳ないので、あの申し訳ない、あのなんていうの、受け取る時期が遅くなっちゃって、だからちょっとまたね来年着れたりとか、また今年まだ着れるよってやつは着ますね、ありがとうございますそうなんか週1だけ、そうそうなんか1日だけチートデイを作るといいっていうじゃないですか。そうそれをね毎日やってしまうと良くないですよね、気をつけますよいしょ。そうお手紙もあのたくさんいただいたんですけど、めっちゃみんな長くて、あの嬉しかったです。なんか私最初に名前を書く人と最後に名前を書く人がいて、私最初にそのなんていうの、上から読んでいくじゃないですか、で2枚目3枚目とか言って、で一番最後にあこの人だったんだって知ってなんかもう一回読んだりとか見返したりとかするんですけど、はいしますっていう話ですいやでもみんな本当にたくさん書いてくれるからめっちゃ嬉しくて、そう初めて書いてくれる方もいるし、だからお手紙って本当に一番気持ちが伝わるなと思います、そのなんていうの今の時代。そうなんかね、あとあの、あここにあるかな、ちょっと待って、あここにある、ちょっとあのまだねどこにも飾ってないんですけど、じゃーん、あれこれか、いただきましたファンの方にありがとうございます。これあのねちょっと一つ謝罪、前いただいた7期生のそのオーディションの、違うオーディションじゃない、7期生合格から、違う7期生7周年の時にいただいたそのお花のボックスみたいなのがあるんですけど、写真載せてなくて、ずっと載せてないまま、もう時期が過ぎちゃって載せてないんですよ。これまだ間に合いますかあのねピンなんかピンクとピ
ピンクと青と白かなのね、すごい可愛い。そこら選抜に入ったっていうのですごい反射しちゃうけど、そうでいただいたんですけど、そうありがとうございます。めっちゃ可愛い。あ、取れちゃった。これさ出してもいいの？この箱からちょっと反射しちゃうから、あんまり出さない方がいい。6周年、それ6周年です。いただいてるんですけど、そう写真をね、そう、その時写真撮って私はいつも載せるんですけど、ちょっと時間がなくて撮れなくて、そっからずっと、あ、撮れた。じゃーん、やばい、かわいい、めちゃくちゃかわいい。これは造花ですかね。でもこのカラー見てもわかるよね、あのいつどの時のやつか。いつもありがとうございます。本当にお花っていいですよね。あと最近分かったんですよ、お花の良さを。じゃあお花がいいっていうことは、まあ、もちろんにあの人間だから分かるんですけど、なんていうの、よりなんかお母さんとかがお花を匂い嗅ぐとかもう理解ができなかったんですよ実は。でもあのなんていうの、その最近分かるようになりました。ありがとうございます。はい。これキラキラしてる、真ん中にお花が。え、語彙力な。キラキラしてる真ん中にお花があって何？大切にします。ちょっと頑張っているよ。あ。オッケー。あと生誕T シャツの話はしたか。あれ私いつ届くんだろう。そう、誕生日が近づいてくると生誕 T シャツとか、本物の花、え、多分そうだと思います。なんか造花、造花じゃない、なんていうの、プリザードルフラワーみたいな。フリザードルフラワーとか、あ、文字間違えたまま出る。はい、間違えたまま出ます。最終確認で出しました、あれ。で出して、あの通って、すいませんでした。本当にもう私後悔しかしてないけど、ちょっとあのでも皆さん、あのちょっとご愛嬌ということでお願いします。特会で T シャツである、あります、あります。え、でもいつ着るか全然決めてなくて、私10月9日と10日のやつも何にも決めてないんですよ。そう、だからどうしようかなっていう感じで、でも誕生日付近に来ます。何、2日ぐらい着るかな。楽しみにしてるよ、ぜひ。私も早く着たい、黒だから何でも合いそう。そう、ちょっと違うんですよね。ゆうかたんが黒い服着てるから僕も黒い服ばかり着てる。そう、私黒服しか着ないから、そう、黒しか着ないわ、思ったけど黒が一番好きです。今から決める？いいよ、今から決めてもいいけど、私トーク会のね日程をねみんな言ってほしい。なんか知ってるんだけど、ちょっと私ね数字弱いからお願いします、教えてください。今メモ帳にメモする、全部絵描いてあるな。あ、オッケー。あれ、全部絵描いてある。もういいや。はい。ちょっとメモ。はい。まずが10月の9日、10日。はい。続いて。そう、でも11月なんですよ。誕生日が。えのこくんのトートバッグ、日常で使ってる。私も使ってます。あれいいよね。10日、え、10月の17は幕張。あれ9日と10日は幕張じゃないの。あれ分かんなくなってきた。
え、てかすっごいなんか前髪すごいなんかもううねりうねりとやばくないですか。なんかもう前髪になるために生まれてきましたみたいな。でも私はこれは求めてないんだよね。ちょっとでも長いのかな。ちょっと最近ね前髪迷走中です。はい、あ、東京と愛知県なのね大丈夫ですか。本当にやばい。スカイエキスポ、オッケー、愛知スカイエキスポ、はい、どや、後ろにお姉ちゃんの絵10月30日。あ、そう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 、スラスダさんのね誕生日の。これはスカイキスポかな。スカイキスポ。オッケー。ドイン。違う。本当はね。10月なんだよね。あ、違う、11月なんだ。大事な。でもこれの1週間後とかでしょ。11月8とか。あ、20と21。え、じゃあそのままさ21さ埼玉で。埼玉ね、オッケー。いやで埼玉でそのままあ、オッケー。だって11月27がコメントがね進んじゃう前に書きます。28がスカイエキス、オッケー、書けた。どうですか。それで須田さん、そのまま須田さんのライブ行けるよねもうそう予定組まなきゃ。え、でもさこのさ、ちょっと待って、11月、え、この辺どうですか。11月、あ、なんか言った気がするんだけど、私11月20と11月21は。え、でもなんかさ、なんか振り替え決まりませんでした。違ったっけ、わかんないや。11月20と11月21に着ようかな。はい、あ、それが振り替えなの。なるほどね。全然もうやばいね、ファンの方って本当にすごいわ。ノーください。あ、そう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 、それ11月7日のオンライントーク&ツーショット会。そう、それそれ、もともとある予定だったやつだよね。それはな、あのあれか、オンラインだからか。え、オンラインでもいいなオンラインでもいいな。だってオンラインだったらさ写真撮れるんでしょ、ツーショットってことでしょ。だったらさ2人でさ撮れるじゃん。こうやってそれも楽しいんじゃない。埼玉、うーん、うーん、オンラインでもありでしょ。もう3日間来ていい11月20と11月21、あとオンラインの11月なのか、どうですか。どう、いやでも正直あれだよね、2日間さ同じ服を着るってちょっと良くないよね。うーん、11月20日にしましょう。はい、決まりました。ちょっともう一枚決まりました。いいや11月20日の埼玉と1月の7日生誕って行きます。いいですか、お願いします。皆さんあのぜひ合わせてあの来てください、お願いします。すごい
了解ってみんな言ってくれる。優しいね。ぜひツーショットで撮りましょう。はい。やばいよ。ちょっと今日ね聞いてほしいんですよ。アホ毛がすごくて、まあ、いつもなんですけど、そうアホ毛がすごいって話ね。以上。やばい、本当に話にネタがなさすぎる。幕張浴衣の浴衣かしら。浴衣着たいな。でも浴衣の時期じゃないじゃん。もう幕張ってだって10月16、10月17。でも浴衣着たいんだけどさ、何ってあれなんですよ。何でしたっけ。ちょっと待って。あ、そう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 、着付けが大変なのと。私今まで自分で着ますって言ったやつ全部着付け自分でやってるんですよ。そうだから確かね、確かだから大変。そう、着付けが大変なんです。見てくれましたか。でもこの間の浴衣の浴衣、そうなんかツイッターに載せたんですけど、私この間なんかメールに送ったんですよ。そしたらなんか弾かれてたかな、なんかよくわかんないんですけど、なんか載ってなくて、私お休み浴衣の浴衣だよぐらいしか書いてないのに、なんか弾かれて悲しかったんですけど、でも次の日ねちゃんと送ったら通ってたんでよかったです。可愛すぎる。ありがとうございます。でもなんかもう夏の風物詩ですよね。知らんけど。私も浴衣の浴衣可愛くてよかったです。なんか毎年着てるんですよ、浴衣は。でももう秋だし。秋ってお祭りやってないでしょ。浴衣着たいけどね。でも服ちょっとどうしようかなっていう感じですね。なんか東海とかなかったから全然買ってなくて、お洋服を。そうだからちょっと買います。買いに行きます。すごい、あやかびょんとこのラインが活発に動いている。まだね写真あるので、またなんかインスタとか、でもインスタね、なんか私思うんですけど、インスタグラム、まあ、全然更新してないじゃないですか。でなんかそれの理由がなんかいろいろ気になっちゃうんですよ。なんていうの、このなんていうの、インスタグラムって写真がこうブワーってなるわけじゃないですか。写真がなんかブワーってなる、なんていうの、アプリ。それでなんか私なんか最初の自分をちょっと殴ってやりたいんですけど、白枠をつけちゃったんですよ。そっからもうなんか白枠のなんかなんていうの、白枠地獄で、なんか縦にしたり横にしたり、でも縦って続いたらなんか変になっちゃって、でも私浴衣でその撮った写真を載せようと思ったら全部縦だったんですよ。またでも縦っていう、なんか次はもう白枠プラス縦時刻みたいな、で横の写真がなくて、そう横の写真が欲しいんですよ。だからすごい揺れちゃった。そうだからちょっとね調整中。全然更新してない、本当にごめんなさい。うん、でもストーリーとかね見てはいるんですけどね、そうファンの方がメンションしてくださったやつとか見てるんですけど、だから浮上してはいるんですけど、ストーリーの書き方もちょっとよく分からず、なんていうの、いつもね質問しかしないっていう。みんなどういう感じで載せてんだろうね。なんかみんなでもさ、お仕事とかあってさ、私お仕事あったらなんかお弁当とか載せるじゃないですか。何もないと本当に何もしてないので、ちょっとでもさ最近音楽が好きなので、それの話題とかバンドの話とか
あの載せてたけど、最近で言っても1ヶ月とか前だよね。頑張ります。そう、質問箱もこの間のやつ全然返せてないじゃないですか。そう、でも本当にたくさんあって、本当にたくさん送ってくれるので、皆さん、あのあとね、なんかメッセージ系がすごい多くて、あの嬉しい。あとね、最近はあの東京リベンジャーズを見たんですけど、あの良すぎて、あの最後まで見たんですよ。で、映画を見に行きたいんですよ。もう終わっちゃうのか分かんないんだけど。で、あのヒゲダンリズムのあのクレイベイビーのにハマっててずっと聞いてます。やっぱ主題歌っていいですね。主題歌ってそのなんていうの、ドラマとかもそうだし、あのアニメとかのなんか雰囲気っていうか、だいたいいい時にさ流れる曲がその主題歌じゃん、エンディングとか。だからそういう曲好きになりがちだな私。映画見たいな、ぜひぜひぜひ、あの見てください。まだ見てない方、私も結構出遅れて見たんですけど面白かったです。ヒロアカもすごい面白いし、なんかでもどっちも流行る理由がわかるなっていう感じでした、はい。あ、そう、この間そうストーリーでね、なんかはや、あの気になってる映画だっけ、アニメか、アニメありますかみたいなので、呪術廻戦みたいな。でもね、なんかおーちゃんに聞いたら、なんかちょっとなんていうの、怖いっていうか、なんていうの、え、そういう感じっぽくて、私怖いの苦手なんですよ。で、なんか最近流行ってるなんだっけ、めっちゃね、なん忘れちゃいました、なんだったっけ。ネットフリックス入ってるので、なんか大体見れるし、フールも入ってるし、いろいろなんか入ってるので見れるは見れるんですけど、そう、ゆうかたヒロトラやってる、やってないです。あのね、ゲーム苦手なんですよ。そう、ゲーム苦手で、つむつむもね、あの昔めっちゃやってたんですけど全然得点も伸びず。そう、あ、それイカゲームそれです。そう、なんか友達が見てて、でなんか面白いって言ってたから、で勧められたので見ようかなと思ったんですけど、でさっきあのなんだっけ予告じゃない、なんか特別集みたいな、インタビューみたいなの見て、なんか怖そうすぎてちょっとどうしようかなみたいな。イカゲームやばい、本当にやばいらしいかな。イカゲームめっちゃ面白い、嘘、見ようかな。なんか怖いの苦手で、怖いのも苦手でも、だから通り目がちょっと怖かったんですよ。そう、通り目が怖くて、私11話とかが、めっちゃ9話とかかな、え、わかんないや、でもめっちゃ怖かったんですよ、怖くて。だからね、でも頑張って見たら面白かったので、頑張って見ようかな。イカゲーム、やっぱでもネットフリはすごい、いろんなドラマもあるしアニメもあるしいいですよね。やだ、本当にそういうこと言わないで、ほら言う方後ろ、本当にそういうこと言わないでください、私本当に良くない、本当に良くない。ほら言う方んごって書いてあって、何言う方んごと思ったら、よく見たら後ろでした、やだ、そう、怖いよ。ちょっと私、あのお風呂とかで思い出しちゃうタイプだからやめてくださいね、皆さん。そう、でもなんかあんま多分私がなんていうの、おすすめしたものとか、あんまっていうか、なんていうの、私がおすすめした音楽とかみんな聞いてくれますよね、優しい。なんか話題をすごい、だから私がヒロアカ好きって言ったこともすごい、ファンの方もなんかなんていうの、すごい好きになってくれてて、そう、そう、シャンプーしてる時はマジで
よくない。私鏡大きいんですよ、あのお風呂の鏡が。そう、あ、ワンオク大好きです。あ、一緒です。トーク会で話すきっかけになりました。あ、いいね。確かにいいねっていうか話したよね。そう、須田さんもね、そうで、須田さんとこう話す内容もヒロアカが多いし、どこまで見ましたかって言って、私今ちょっと通り部見てるんですけどって言ってそう、この間あの話しましたね。そう、本当に。またお兄ちゃんがすごいあーゲームしてますねそう、だから私ゲームとかなんていうの、すごいハマってる人いるじゃないですか、ゲームとか。なんていうの、あのプレイステーションとか、プレイステーション古いか、古いのわかんない。あのあとなんか DS とか、私 DS 持ってない人だったから、友達とかみんな持ってて、で全然持ってなかったし、やり方もわかんないから、スイッチと。ゲームはね本当にやったことなくて、なんか多分別のボタンを押しちゃう人なんですよでもマリオカートとかはすごい好き。うん、プレイステーション4みたいなあの兄が持ってて、そう、鬼滅の刃、そう、鬼滅だけ見てないんですよ。鬼滅は1話2話見て、あ、3話4話ぐらい前まで見たかな。でなんか怖くなっちゃってなんかの、なんていうの、あのね、なんていうの、食わず嫌いなんですよ、もともとは。すごい鬼滅は見てないな、見ようかな。で時代が終わったぐらいで、時代が終わったって言ったらあれだけど、なんていうの、流れが終わったぐらいで、あの収まった時に見るっていう。お兄さん何のゲームしてる、何のゲームしてんだろうね、いつもなんかゲームしてますね。そう、鬼が怖いの、鬼も怖いし、そうで通り部も結構怖いんですよ、私からしたら。なんかすごい、なんていうの殴り合いみたいな感じので、血も出ててみたいな、なんか怖くて。でも私あれは好きなんですよ、あれ好きっていうか、なんか見れる、あのコードブルーとか医療系のドラマとかは全然見れます。なんかそう、なんか治療しなきゃいけないっていう、もういけないじゃないですかそういうのは全然大丈夫だけど、怖いのはちょっと怖いですね。うん、やっぱそうだよね、呪術廻戦厳しいよね、私もそう思う。なんか怖いもん、呪いとか怖い。ヒロアカがいても、ヒロアカがなんか一番やっぱ見やすいなと思いました。全部いいけど、あー苦手な人もいるんだ、そうなんだ。あ、ゾンビ系はもう絶対無理だね。あとなんか昔から伝わるなんちゃらみたいな、本当に怖い話やめよう。ちょっと待って、怖くなってきた怖い。しかもなんかちょっとこの部屋さ、あの光、この光だけでここ真っ黒だから怖いんですよ、やだ。いや、つけるんですけど電気つけた、まあ、つけ、まあ、いいや。そう、ヒロアカがやっぱ戦って上を目指してみたいな。ヒロアカはちょっと比較的見やすい。うん、そう、怖いのとか好きな人いるじゃないですか、絶対無理光消したら真っ黒。あー、多分真っ黒。あのね、向こうがちょっと、向こうが電気ついてんだけど、こんな感じやば。そう、これでもね、色のね、このこれ なんだこれ、変えれるんですよ、明るさとか加減。あ、これいいじゃん、でマックス。あ、なんか青色になった。あ、これだな、これがちょっとなんかいいですね。そう、カホちゃんね、すごいよね。
チュエーションハウス、ワンク今のクールでやってる医療系のと思う。おーそうなんだ。でも医療系はなんていうの、でも面白いよね。なんか急なんていうの、急にさ事件が起こるじゃん。事件が起こって助けてみたいな、で助からなかった場合もあるし。そうコードブルーはでも面白かったのね、戸田恵梨香さんが好きすぎてそう私ちょっとあのなんていうのサバサバしてる女の子がすごい好きで。そうサラサラで綺麗ですね。本当ですか、ありがとうございます。髪の毛はちょっと唯一自分の好きなところで、キューマシーンは乗れます、全然乗れます。でもね高いすぎるのは無理です。胸キュンドラマ、胸キュンドラマってもうあれじゃない、あの私本当に時代があれなんですけど、あのあれあのストロボエッジとか、あと黒崎くんの言いなりなんてならないみたいなそんなやつ、またその時代で止まってるんですよ、その時代。あとなんかオレンジみたいなやつとか、その時代止まってますね。あの青春エールみたいな、青空エール、え青空エールだっけ。最近はドラマ見ない、ドラマ見ないですね。ネットフリックスで見るそうフリックスで見るね。映画か、それは映画か、え、あ、映画か。ドラマだったらなんだろうね、ドラマか、あでも恋仲とかかな、やっぱ恋仲とかかな、恋仲は大好きです。はい、恋仲のね主題歌が大好き、君がくれた夏はい、またこの話大好き。そうネットフリックス韓国ドラマ見ますね。あ見ますって書いてある、そう見ます。分かっていてもこの間見ました、この間なんか最近終わったんですよね、それを見ました。あとね何見たっけな、最近流行ってるの何でしたっけ、多分流行ってるのは見ました流行ってるのしか知らないし、なんかあのミラーボールみたいなすごいなんかいきなりミラーボールすごいありがとうございます。みんな私がさ一人で話してる人みたいになってたからそうじゃあなんかみんなもなんかズームみたいな感じで出てきてほしいな、承諾しますって言ってやりました。私のちょっと画面だけちょっと大きくて、もうここみんなファンの人みたいな、でなんかもうこうなってるみたいな、みんなの顔見ながら話せるみたいな、でみんなもなんかもう話し放題ごちゃごちゃなるかな、でなんかあそこあのナンバーズさんとか言ってよくない、開発しようかなそういうアプリそしたらみんなに会えるフフ楽しそうだよね。いやでもちょっとみんなにね、あのここなか久しぶりに会えるので楽しみにしてます。はい これからここでやろうかな、てかお姉ちゃんのね部屋に来てください。チャチャラーン、あやばい、お姉ちゃんの漫画とかそうこれです、これがあります、これね、あのインスタに載せたんですよ、これをお姉ちゃんにあげました。あのなんかみんなプレゼントってかなんていうの、どこでなんかもらえますかみたいな言ってたのでコメントで、あのお姉ちゃんにあげました、すいません、お姉ちゃんが持ってます、視聴者プレゼント、いや違います、すいません、お姉ちゃんがね、お姉ちゃんにあげたらえちょうだいって言われたので、ここに飾ってくれてた、欲しいね、本当にお姉ちゃんの絵はドラえもんしかないですね、ドラえもんと、あとねカノのね見てこれもあったし、
うん、あとドラえもんだね。これ多分ね、そのファンの方がこれ羨ましい。いいでしょかの。そう、これ飾ってある。あとね、あのね、これあのすみれさんの、ちょっと待って、あれどこにあったっけ、あれどこ行っちゃった。なんかすみれさんのあのちょっと待って、あるんだよね、さっき見つけた。やったんだけど、あった、じゃん。これもファンの方の手作り、手作りっていうかな、多分どこに頼んだんだとちょうど思うけど。待って、ちょっと待って、光らせたいんだよね。光らないんだけど、光らないんですけど、すみれさんの本当に漫画だ、漫画が反射してる。これも懐かしいね、すみれさんが24歳の時。そう、何言ってるのって考えちゃった。そう、何言ってるんですよね。そう、自分でも思いました、何言ってるんだろう。懐かしい、これもありました。そう、お姉ちゃんに確か、あ、見て、とこんなのもある。なんでこんななんの、ちょっと待って、こんなのが言っちゃったけど。これいきなりの、ちょっと待って、普通にかぶるわ。だから本当に私のお姉ちゃんの部屋はもうこういうことですよ、こんなのもある。すごいでしょ、タケコプター。こういうことですよ、あの風呂敷もあるし、何でもあるね。この子知ってますか、こんなのもある。これやばいね。こうやったらもうこうファーってなる。はあ、こんにちは。これ誰なんだろうね、これ、なんだっけ名前、なんかあったよね。すごい面白いですね、姉ちゃんの部屋は。こんな勝手に紹介しちゃっていいのか、ないか。はい、話だいぶそれましたが、まあ、13周年でした。はい。みんな見てくれてありがとうございました。ショールーム、またちょっと13周年、そして13周年目、違う、14年目もうだし、10も言ってないね、7年目の私もよろしくお願いします。はい、ではみんなありがとうございました、見てくれて。また9日に会える方は会いましょう、またショールームしますね。そう、バイバイ、みんな見てくれてありがとう、ありがとうございました。おやすみなさい。